怪盗お化けが出現、怪盗お化けが出現、直ちに捕まえろ。新人警官のクマくん巡査であります。新人警官のネズミちゃん巡査よ。今日は初パトロール、緊張するわね。あ、緊急出動だ。怪盗お化けが出現、怪盗お化けが出現、直ちに捕まえろ。怪盗お化け、伝説の泥棒だ。絶対に捕まえるぞ。あ、パトカーが来たわ。みんなの安全を守るために出動だ。あ、あそこに怪盗お化けが。怪盗お化け、今日こそは捕まえてやるぞ。待て、くるくるくる。うわ、見つかった。くるくるくる。これじゃあいつまでとっても追いつけないわ。クマくん、もっと早く回すのよ。おりゃー、すごい速さで行っちゃった。やるわね。このパトカーには紐がつながっていて、こっちの割り箸をくるくる回転させることでパトカーが進むようになっているの。パトカーをもっと速く走らせるにはどうしたらいいかしら。頑張って速く回す。そうね。でももっと早く簡単にやる方法はないかしら。例えば巻くものを大きくしてみたらどうかしら。それで速さが変わるの？とにかくやってみましょう。ああ、今回はトイレットペーパーの芯でやってみましょう。こうしてっと。できた。くるくるくる。あ、なんだかこっちの方が速く感じる。本当ね。大きいと一回回したときに巻き取れる長さが違うのね。よし、これで捕まえられるぞ。はっはっは。捕まえられるもんなら捕まえてみるんだな。パトカー出動だ。待ちなさい。あ、分かれ道だ。ついてきな。私たちはこっちの道から行って先回りをしましょう。くる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 。あいつらもう追ってこれないのか。大したことないな。ストップ。わー、なんでこっちから。違う道を通って先回りしたのよ。もう逃がさないわ。観念しなさい。なんだと。もう悪いことはしちゃダメだからな。今日は僕たち大活躍だったな。緊急出動、現場に急行せよ。よし、また現場へ行きましょう。出動だ。